タケ、アホチン。来た、はぁ、はぁ、はぁ、わぁ、抜けたと思ったら入ったでござる。牧野逆方向久しぶりちゃうか。なんで甲子園でホームラン出てハマスタでやんのや。ついでに菅野も飛翔水かねから。大竹から2試合連続 KO するチーム。これ月間 MVP 取ったろ。センター前やろな。お伸びてる。センター等超えるか、入るんかい。ハマスタなら近本取ってそう。牧がドライチでどこかに取られていた世界戦。牧が今年ずっと阪神。すまんやってるのよいな。甲子園でずっとホームラン出てなかったのに。ではまだ2本しかヒットを打たれていない。ハマスタで取られた分は甲子園で取り返さないとな。身長は大事やね。近本出さなかったのでかい。なんで甲子園でこの球を流し打ちして入るんや。意味がわからんけどすごい。見るたびに意味わからん。宇宙間に落ちるあたりに見えるやん。変直かな、抜けるかどうかなとか思ってたらなんか入った。このライナーで甲子園のスタンド持っていけるのすごすぎ。牧が好きだと叫びたい定期。大竹さんが打たれたホームラン、こんな意味わからん打球だったんか。不憫。ご視聴ありがとうございました。